今日はレジン、桜のキーホルダーとバッグチャームを作っていきたいと思います。以前作ったこちらの桜なんですけれども、お友達のみおちゃんがキーホルダーかバッグにつけたいと言ってたので、キーホルダーにもなってバッグチャームになるようなものを作っていきたいと思います。こちら今日使うもので、今からコットンパールのパーツを作っていきたいと思います。こちらはキューピンというもので、先が丸くなっているタイプのものなんですけれども、キューピンだとこの後もうさらに下にパーツをつなげていくことができる、そんな感じのものです。キューピンを通したら折り曲げて、横の余分なところをカットします。このくらいの長さで、いつもと同じように丸やっとこにも使えて、手首をくるっと返して、輪っかを作ります。はい、コットンパールのパーツの出来上がりです。そしたら、今度は T ピンですね。こちらを使って、まずゴールドのカラービーズを通します。これパーツクラブで売ってたんですけれども、メタルビーズと表記されてました。ゴールドのカラービーズを通して、次にこちらですね。これもガラスビーズなんですけれども、ソロバンカットの小さいやつ、クリスタル、クリアですね、通していきます。こんな形でソロバンカットっていうんですけれども、他に今日使うものでボタンカットというものがあるんですが、先端の方にはこのソロバンカットのものをつけていきたいと思います。通したら T ピンを折り曲げて、グッと折り曲げて、同じですね、余分なところをちょっと曲がってしまったんですけれども、こっち小さいのでペンチを使って曲げ直しました。グッと曲げて、こんな感じで余分なところをカットしたら、同じように丸やっとこで先端を丸くしておきます。こんな感じで中間に今のパーツを通したら、先ほど作ったコットンパールのパーツの先、キューピンのこの穴に通してキュッと締めてあげます。はい、グッとこんな感じで締めたら、これでコットンパールのパーツが出来上がりです。そしたら同じようにシーカンを使って、チェーンの先、先端の方に今の出来上がったパーツをつけて、キュッと留めてあげます。こんな感じで横からもグッと締めて、しっかりと締めてあげます。ずれたらもうちょっと微調整をして、こんな感じで、はい、チェーンのパーツの先端が出来上がりました。コットンパールはなんとなく優しい風合いな感じなので、この桜に合うんじゃないかと思ってつけました。そしたらこちらのチェーンに、またガラスビーズ、小さいの2つと大きいのをつけていきます。この大きいのがソロバンカットというさっきと同じもので、こっちが少し丸い感じのボタンカットというものです。ではこのボタンカットの方のガラスビーズをTピンに通します。こんな感じで同じようにこういう丸い形ですね、同じようにそれぞれパーツを作ってあげたら、このチェーンのところにつけていきたいんですけれども、こんな感じで配置しようかなと思います。少し下の方と、そうですね、これくらいかなと。でシーカンを取って、まずこちらのボタンカットのガラスビーズを下の方につけていきます。この辺かなと思ったところでシーカンを締めて、キュッと締めて、一つパーツをつけていきます。横からもキュッと押さえてしっかりとつけてあげます。はい、これで一つつきました。
こんな感じですね。なんかゆらゆら揺れるのが好きなんでしょうね。はい、では2つ目つけていきます。同じようにチェーンの好きなところにつけてあげてください。私はこの辺につけて真ん中あたりですね、ギュッと締めて、こんな感じで横からも締めます。これが最後のガラスビーズ、少し上の方につけてあげます。こんな感じでギュッと、こちらも同じように横からギュッと締めて、はい、これでチェーンのパーツが出来上がりました。こんな感じの仕上がりになってます。いいですね。そしたら、このパーツをつけていきたいと思います。そしたら、大きめのシーカンを取ってチェーンの先につけます。このキーホルダーのリングが大きくて少し幅も太めなので大きめのシーカンでしっかりと固定をしてあげます。こんな感じでギュッと締めます。はい、いいですかね。ではこちら桜のパーツもつけていきます。シーカンを広げたらパーツを通してこちらのキーホルダーのリングのところにも同じようにつけてあげます。こんな感じで、大きめのリングなので少し大きめのシーカンがバランスがいい感じです。はい、出来上がりましたと思ったんですけれども、少しチェーンが長かったかなと思ったのでニッパーを使ってこのくらい切ってしまいました。このあたりで切って、先ほどつけたこちらをもう一度取り外して作り直します。長さは自分の好みでいいんですけれども、このくらいがちょうど良かったですね。はい、でここでまた付け直して、よいしょ、キュッと縦にしてからもしっかりと締めてあげたら、はい、完成です。こんな感じのキーホルダー兼バッグチャームになりました。台紙を取るとこんな感じです。出来上がりです。はい、こんな感じのバッグチャーム兼キーホルダーになりました。少しシンプルかなとも思うんですけれども、鍵がついたらジャラジャラすると思うので、このくらいにしておきました。やっぱりここのガラスビーズが私はキラキラしてすごく好きなんですけれども、みおちゃんに邪魔だと言われたら外しますが、こんな感じで出来上がりです。レジンぷっくりとした桜はキーホルダー兼バッグチャームになりました。